岩尾先生にご指導いただき練習をしております。ハーモニカは幅広い年代の人が手軽に楽しむことができ、吹いたり吸ったりするので自然に腹式呼吸ができて健康上良いと思います。優しい音色で唱歌や童謡、思い出の曲を一緒に演奏してみませんか？きっと心が和らぐと思います。では、松代ハーモニカアンサンブルの皆様、お願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりましたハーモニカの会、本日は17名ステージに上がっております。予定とすれば5曲演奏しますが、お聴きください。まず最初は母さんの歌です。母さんの歌となると、私もちょっと確認しただけでも21曲あります。この他にもあるだろうと思いますが、これだけ先生方が母さんを思っていろんな思いを託して作詞されたということは、いかに母さんの存在が大きいかということが分かります。で、来月8日は母の日です。で、新米でも母の日特集番組ということでもって、母さんというあれを募集しておりますが、これでは母さんの歌お聴きください。ありがとうございました。次は松代童謡歌碑巡りです。松代地区には9箇所に童謡の歌碑があります。真田公園にだけでも4箇所あります。加えて長野の松井須磨子の生家の近くの墓地には、ここにまたカチューシャの歌の歌碑があります。これは童謡ではありませんが、この歌碑は水谷八重子さんがこちらへお見えになって除幕をした日だそうです。それではお聞きください。
には歌曲、フライセット、これ2曲あるんですが、1曲は抜粋ですから中途半端で終わります。2曲目は、まあ、カーディナルの合唱をお聴きください。ありがとうございました。次は真田不運馬。これは関ヶ原の合戦に参加するにあたって真田正幸、信幸、それと湯治村親子が栃木県の佐野市の犬伏という地域でもってどうするかという相談をしたんだけど、最終的には正幸、幸村は西軍の豊臣方、信幸は東軍の徳川方についたわけです。で、この曲は CD は昭和60年に発売されてるんですが、あまり歌われていないです。川上、山上武夫さんの作詞で、真田節は小学校の6年生の時に運動会でもって歌われているんですが、これはあんまり歌われていないのでもって、今年は1月10日にテレビでもって真田丸が放映されておりますが、それに合わせて今日本日は演奏いたしますが、お聞きください。なお千田口さんが歌いますから、よろしくお願いします。
ありがとうございました。次は高原列車は行く。これは昭和29年の作でありまして、岡本篤夫が歌いますので、お聴きください。
ありがとうございました。もう一曲予定してたんですけど、もう一曲ちょっと演奏させていただきます。生徒の花嫁、お聴きください。ご清聴ありがとうございました。これで終わります。とても懐かしく優しい音色ありがとうございました。松代ハーモニカアンサンブルの皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。
この後、松代雅楽の演奏がございます。